どうも、北山水泳です。今回はですね、水泳部が最も多い都道府県ランキングトップ10高校生編をやっていきます。前回中学生編やりましたけどもね、今回も同じで、人口の比率100人あたり一体何人が水泳部に所属しているか、こちらでカウントしていきます。そして男女別でカウントしていきます。さて、見ていきましょう。第10位は男子奈良県、そして女子の方が岩手県でございます。意外ですね、岩手県。でもね、これはね、岩手県の水泳部員が異常に少ないのも関係するんですよ。女子の岩手県が132人の総数という。で、まあ、人口比率で言うと、男子が、奈良県が 1.49 人、女子の方が 0.78 人でございますけども、まあ、男子の奈良県も、俺もっと水泳部いると思ってましたね。奈良県って結構水泳強いんで、もうちょっと水泳部員多いと思ったんですけど、まあそもそもが水泳部っていうのが学校にないのかもしれませんね。第9位は神奈川県男子、そして女子の方が神奈川県同じでございます。まあ、こんな感じの人口比率でございますけども、意外なのがやっぱ男女でここまで水泳部の数って変わるんだっていう、女子の水泳部員って結構少ないんですねっていうのがわかりますよね。半分ぐらいです。女子の水泳部半分ぐらいですね。第8位は男子滋賀県、そして女子が埼玉でございます。まさか埼玉がここに来るとは思いませんでしたね。埼玉って水泳部超強いんですよ。まあ、日本で3番目か4番目ぐらいに水泳強いですけども、にしてもこの位置かって感じで、しかも水泳部の数も1000人いないんだって感じですね。まあ、女子やからかもしれませんけども、もっと水泳部の数が多いと僕は思ってました、埼玉。第7位は鹿児島県男子、そして女子の方が奈良県でございます。奈良県女子の方もここにランクインしてきました。奈良県はね、小森若さんとかが奈良県出身ですよね。で、奈良県ほんま強いんで、水泳部の数多いと思ったんですけど、水泳部女子の数が異常に少ない。152人という少ない数ですね。なんか意外ですね。第6位は熊本でございます。男子熊本、女子の方が静岡でございますね。どっちも意外ですね。ここにランクインしてくるとは思いませんでした。結構ね、人口も奈良県よりも多いという。静岡の水泳部の数がまさかの奈良県よりも多いという結構意外な結果になりました。もっとね、なんか少ない、奈良県がこの人数やったら静岡もうちょっと少ないかなと思ったんですけど、静岡の方が半分以上少ないんですね。熊本も静岡もどちらもあまり水泳部のイメージないですが、ここでランクインしてきました。第5位は静岡男子、そして女子が大阪でございます。意外にここに大阪来ましたね。静岡に関してはさっきの、第6位の女子と同じで、まあ結構同じいい位置に来るんですねって感じですけども、大阪がね、僕もっと多い上位の方だと思ってました。確か中学生の方のランキングでは1位やったんですけど、まさかのここに来ましたね。女子の大阪は5位でございます。総数がね、まあ結構1000人は超えてますね。1243人ですけども、まあ100人あたり 1.07 人しか水泳部には所属してないんですね。他の部活にやっぱ行ってる、水泳部人気ないのかな、ちょっと嫌ですね。第4位が、男子が大阪です。そして女子の方が滋賀でございます。滋賀の方はね、人数が非常に少ないっていうのもあって、この位置にいるんですけども、男子のここで大阪4位かっていう、大阪府民として悲しいです。もっと上に来てほしかったですね。2232人が総数で、100人当たりが 1.91 人ですね。まあ、水泳部の数自体は多いんですよ。日本で3番目に水泳部が多い都道府県でございますけれども、100人当たりにすると大阪って、男子も女子も、こんなにランク的には上位には来ないんですね。水泳がそこまで人気じゃないんですね。第3位は兵庫県男子、そして女子の方が愛知県でございます。どちらもね、水泳部強いとこですね。人口も多いです。1000人どちらも超えてます。兵庫県が1572人、そして100人あたりが 2.22 人と、100人あたり2人以上が水泳部に所属している計算ですね。
まあ、兵庫県出身なので僕は結構水泳部多いなっていう、盛んだなっていうイメージは僕もあったんで、この位置には割と納得しております。確かに水泳部って結構人気でした、兵庫県では。で、女子の方が愛知県ですね。愛知県も水泳強いんでね、水泳強い高校大学いっぱいあるんで、この位置に来るのも割と納得でございます。第2位が男子が愛知県、そして女子の方が兵庫県でございます。いい位置でしたね。兵庫県がいい位置に来ました。どっちもね、まあ3位の男子、3位の女子と、こう、順番がテレコになりましたけども、愛知県が2368人という水泳部超多いんですね。100人あたり 2.36 人と。愛知県ってね、やっぱりね、水泳部強いんですよ。豊川高校はじめ。なんでね、まあこの位置に来るのは僕も納得ですね。女子の方も兵庫県でございますね。兵庫県もね、向こう側女子大学付属高校とかあって、女子校でね、水泳部が強いところがあるんで、その影響もあるんじゃないかなと勝手に僕は思っておりますけども、まあ、何にせよ、まあ、僕のね、出てる高校、須磨学園も女子水泳部非常に強いんで、まあ、嬉しい順位となりましたね。はい、番外編は最下位を、発表しています。最下位、男子の方の最下位は北海道でございます。北海道の方が、236人ですね。で、100人あたりが 0.37 人でございまして、女子の方の最下位が徳島県でございます。徳島県の水泳部員がなんと18人という。嘘でしょ。18人しか水泳部おらんのですよ、徳島って。で、100人あたりが 0.18 人っていう、もうやばいよね。こんな少なかったんだっていう水泳部が。で、18人ってもう圧倒的に最下位ですよ。水泳部の数が圧倒的に少ないです、徳島。はい、第1位は男女どちらも東京でございます。東京でございました。よかったです、東京です。東京はやっぱり水泳部が一番強いんでね、この位置も納得でございますけれども、トータルの数も最も多いです。そして100人あたりの水泳部の数も最も多いです。男子が 2.39 人、女子が 1.54 人と、水泳部の人気度が東京でも結構トップクラスに多いんですね。なんで水泳部が最も多い都道府県でもありますし、水泳部が最も人気の都道府県とも言えます。やっぱりね、こう人口比率と、この人口の数と100人あたりの数っていうのを見ると、結構面白いデータが取れますよね。ここのところは水泳部多いけど、そんなに人気じゃないんだとかね。はい、今回は以上になります。皆様の都道府県は一体何位にランクインしましたでしょうか。僕の出身である兵庫県はだいぶ上位に来て、僕は嬉しい限りでございます。今回は以上です。あしゃっ。